昨日午後7時ごろ中村区長尾佐町4丁目の路上で帰宅途中だった大春町の男性が前から近づいてきた男に突然刃物のようなもので手のあたりを切りつけられました男は無言で現金3万1000円ほどと運転免許証、マイナンバーカードなどが入った財布を奪い東の方向に逃げました男性にけがはありませんでした警察によりますと 男は身長180センチほどのがっしりとした体格で上下とも黒い服にフードをかぶっていたということです警察は強盗事件として逃げた男の行方を追っています